ジブライブ。そう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 。しかもあれですね、あのガチのあの本アカの方でやるとほら、あのあ皆さんおめでとうございます。ちゃんとした YouTube の方のやつでやると、はいはい、あの画面がなんか固定されちゃうとなかなか戻んなかったりとかって。あ、そうですよ。こっちなんか簡単。これ見ればわかるんですよ。フルワイザーが繋いでるの全然画質違うのわかります。もうあの。あ、違いますね。そう。じゃあこれ落としてるんですよ、画質。360p にしてるんですけど。まあ、それでもこの画質なんですか。そう。デフォで 720p なんですよ、もともと。だそれだと容量が一瞬のうちなかったのでってことで直してるんですけど。でもこれ、そう、めちゃくちゃ綺麗ですよ。あの、まだ切らないです。あ、もちろんちょっと覗きに行きます、はい、今。多分普通に今配信できてると思います。でもその、全然画質もまんまだと思います。はい。配信にしては画像いいですね。はい、そうだと思いますよ。しかもそれより綺麗にできますからね。720p にすれば相当綺麗に映るんで。へぇー。すごいですね、今、技術の。そうそう、ライブっていうのがね、正説ですから。プリズムライブだから、でした回線使えば、多分常にこの高画質でいけますね。皆さん、プレゼント必要すぎてもね、いろいろ穴が出てきて、そうなんですよ。これぐらいでいいんですよ。そう、ただこのくらいだとすごくね、いいんですね。皆さん、プリズムライブもね。でもあれだ、プリズムライブのそのロゴが入りますね、下にね。あ、そうそうそう、そういう。なんかそのね、別にだからといって何の問題もないんですけど、そのもう大丈夫です、うん、ありがとうございます、はい、じゃあ皆さんね、またよろしく。プリズムライブの宣伝でした。あの素晴らしいプリズム